おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。木金土はウェブ VR の説明動画を公開しています。今は高橋吉永先生のホロレンズとクエストで始めるウェブ XR というこのスライドをフォローさせていただいて順次説明をしています。昨日どこまで行ったかっていうと、このピンチつまみながら手を移動させると、こうブロックがこれ実はちょっとずつ2センチ以上動いた時にこう出てくるよっていうので、こういう形にしてます。これ以前はこんな形でずっとピンチしてるとすごく細かい刻みでバーッと出てるのを、これをこんな感じで隙間が移動がある程度した時にそれを評価して、ここでは2センチになってますけど20ミリになってますが、その時にこう出てくるよっていう風にプログラムを昨日おとつい改造して、昨日この動作確認をして、今日はここから先に入っていきましょうということです。でピンチ終了後にっていうのは、こうやってるのをポッと離せばっていうことだと思います。でこれで次に追加するオブジェクトの色を設定で、だから次出てくる色が変わるようになるってことですかね。あ、こんな形でここで一回離して、次で書いた時にはこんな色になってるよというので、色を変化させましょうと。乱数なんですかね、どう変化させるのか。あーはーはーはー、ランダムではなくてこういう変数に用意しておいて、そのインデックス、この順番ですよね、これを変えていって色を順次変えていこうという作戦のようです。でここにライトハンドですね、右手で、ピンチが終わった時のファンクションの中にその色情報のプログラムを書いていって、インデックスがどんどん増えると。でカラーレングス、あとでの色に反映、このパーセントイコールってこれ初めて見ますね。どういう動きをするんですかね。このカラーズっていうのは、これリスト形式っていうので、まあ、配列変数みたいな形で色情報が入っていて、それを呼び出すためのインデックスっていうのは一番最初の関数定義のところに書いてあるんですかね。この前回プレブっていうのも作ったんで、これに追加して、で右ハンドの終わりのところでインデックス番号を足すっていうのは、これ一般的でいいんですけど、これ何なのかな。カラーの長さでパーセントイコール、カラーズの長さなんで、要素が何個入ってるかっていうのを見てるんだと思うんですよね。でそれをパーセントイコール、ちょっとここでググってみましょうか。JavaScript のパーセントイコール、これで何か出てきますかね。余剰代入試してみましょうと、なんかそういう特殊な演算っぽいですね。と余剰代入のパーセントイコールは、右辺を右辺のオペランドの値で割って、助数を変数に入れますということで、 A パーセント2で A は3だとすると、2で割った余りを代入する、乗与だから余りのことなのかな。0で割ると何が出て、数字で割ると何が出ると、構文こんな風に書いて、これと一緒ってことか。これをこれで割った時の余り、でこのサイト、これここで実行できるんですかね。ここで書いたのが実行されて、こんな風に見えますよと。だから5を、これ5ってやって入力して2で割った余り、これも1か。5を3で割った余りで2が入るっていう風になっているっていうことなので、あと増やしていって余りで割ってみたいなことを使うことで、これで桁が超えないようになっているってことですかね。このインデックスが増えていって、で
インデックスの値に改めてこれの長さで割ったやつが入る。後ろが入るんですかね。後ろ、ここ多分これはよく一般的な教科書に出てくるので、インデックスの値を長さで割った余りを入れていくというふうになっていて、そうですね、長インデックスどこ見たらいいかな、これか、これの単純に足し算していくとリスト形式なので、これ0番1番2番3番4番5番6番7番で8番になった時にエラーになるので、8になる前にインデックスがちょうど0に戻るような仕組みに自動的になる演算になってるんですかね。でこうしておくと if 文でいちいち判断しなくてもちゃんと0から7を繰り返してくれるっていう仕組みになってるんだと思います。非常にシンプルに組んであるんだと思います。でここを今度は編集してって、以前もアドボックスだから出すときに色の追加ですよね。ここを固定色にしているのをカラーをインデックスの番号ですね、ここの固定してた青色をそのカラー番号を順次変えるっていうふうにして動作確認というふうになっています。はい、じゃあこのプログラムを反映してで、書き換えていきます。はい、で、前回は JS の中の WebXR の中の7番を作ったので7番をコピーして、はい、コピー終わったかな、コピーが終わりました。コピーが終わって7番でとクリエイトニューファイルでと WebXR の7番をコピーしたので、こう8にして書き込んで8番としてコミットをしておきます。で、あとはとインデックス HTML を編集させてもらって、私のホームページのここのインデックス見て、クエストで実行している人がどれだけいるか分かりませんが、ここを見れば8番で今日は5になるのかな、昨日の続きだから4になっていて、ちょっと大きくしましょうか。で右手ピンチでピンチ終了、終了で色変化括弧7色、こうしておくので、この8番が無事正しく動いていれば、皆さんもこのリンク踏んでもらえれば分かるというふうになると思います。で動作確認は今日はもう10分来ているので、プログラムを公開してブラウザ上で確認ぐらいで、ちょっと動作確認の動作まで埋め込めるかどうか、はい、朝活の時間がだいぶ迫っているので、はい、ここからコードを打っていきますので、はい、ちょっと2画面にしましょう。はい、2画面にしました。で、ウェブサイトから JS に行って、はい、WebXR の今できた8番を編集モード、編集モードに入って、はい、編集していきましょう。確か一番最初は、ここに変数を足しますというページだったと思うので、なんか変な風になっちゃいましたね。はい、ちょっとページを送りますね。すごく時間がかかってしまいそう。なんでこんな風になるのかな。ビリビリとめくれたらいいんですが、まず順番を追ってこんなことをやってきましたねということで、はい、色を切り替える、ここですね。
これを反映していくということになります。あ、これ全画面になってるからかな。はい。これで切り替えていくので、これを書いていきます。で、書く部分はここになります。ちょっと小さいですか。ここですね。はい。じゃあ書きます。はい、打ち込みました。なんかさっき7色って言ってたけど、これはインデックスの4つが2つ並んでますから8色ですね。8色でインデックスを打ち込んで、これで、11が終わりました。で、12はこのハンドエンドのピンチ終了のファンクション、ここ今空っぽのここの中に書いていきます。はい、この中にどう書くかっていうと、そんなに長くはないですよね。この色番号を加算してっていうさっきのこの演算子、これを書いてみましょう。はい、打ち込みます。はい、書きました。とここですね、色を加算してっていうのはこれで1ずつ増えていって、でそれで80から7以上にならないようにして、うまくこうぐるぐる回すテクニックはこの行ということです。でこれであとは関数ですね、アドボがここで呼び出されるんですが、その中のこの色設定のところですね、ここを修正してくださいというので、今あるやつを消してこれに変えようということです。はい、ということで、これはもう止めるほどの作業ではないと思うので、どうするかというと、これをコピーして、はい、1行を増やしました。はい、1行増やして、これを、まあ、テキストは消してますけど、コメントアウトして、で、ここを先ほどの変数ですね、カラーの S のインデックスとしておけばいいと。こういう修正でいいということなので、これで全ての終了終わりで、はい、動作確認ということになります。はい、これでコミットチェンジをして、はい、動作確認をした動画を載せる時間はすいません。今日はちょっとないので、これからちょっと動作確認だけしてですね、うまく表示、エラーがないかだけちょっと確認してきます。すいません、動作確認して載せないって言ってたんですが、結構案外うまくいったので、録画をもそのまま動作確認しながら簡単に撮れるようになったので撮ってみました。終わりました。ちょっと違う動画が再生されたのかな。すいません、こちらでした。あ、音声が入ってませんね。とこうやってピンチすることで、録画メニューが出てくるので、もうなんかすぐちょっと録画撮ってしまいました。あ、音声が入らないんですね、このメニューでやると。で、色が順番にちゃんと変わっていって結構面白いです。で、こうまた青に戻ってきてっていう風になっていて、立体的に線が引っ掛けるっていうのはすごく面白くてですね、書いて横から見るとちょっとこう膨らんでたりもするので、で黄色で書いて、でこのメニューで録画を止めれるっていうのも分かったので、はい、これで録画止めて終了ということで、無事にプログラム動いています。はい、いかがだったでしょうか。今日はプログラムの改変だけにしようと思ったんですが、よく考えると土曜日なので、もう動作確認まで急いでやりました。結構カラフルに色が引けるので、面白いと思います。で、インデックスのところ7色ってなってますけども、8色なので、そこも修正しておこうと思います。はい、で明日は日曜日で、来週ちょっとカンボジアに1週間ほど出張をさせていただこうと思っているので、ちょっと頑張って週末に動画を取りためたいなと思っているんですが、うまくいくのかなと思っています。もしかしたら長期のお休みをいただくかもしれませんが、その時はご了承いただければと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルではですね、毎朝朝6時に木金土は WebVR、 月火水はマイクロビットの説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日、お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。